皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は沼津市にあります加藤学園行修中学校高等学校のオープンスクール、このお知らせをします。オープンスクール、開催は6月の18日の土曜日、9時から12時まで、受付は8時45分からになっています。この参加の申し込み、これは当日受付でできるそうです。事前の申し込みはいりませんということになっていました。さて、オープンスクールの対象ですね、主に中学3年生と書いてありました。でも他の学年の生徒の参加も可能だそうです。主な対象が中学3年生ということは、来年高校を受験する生徒がまあメインの対象ということになりますよね。それから保護者、学校関係者、私たち塾の先生というのは、まあ、学校関係者に当たるんでしょうか。でも、今月塾対象の説明会があるので、私はそちらに参加するつもりでいます。内容ですけれど、校内の施設見学、授業の見学、個別相談、このようになっていました。で、持ち物として当日見学するときに履く上履きやスリッパ、これは持参してくださいということでした。保護者の方と一緒に参加する方は多分車でいらっしゃると思うんですけれど、中学生だけの参加ということになると、これバスで、来ていただきたいということです。実はね、行修中学校高等学校って町から離れていて山の方にあるんですよ。ですから沼津駅からバスで、来る、このようになっています。バスで来る場合は JR 沼津駅の南口の7番乗り場、ここから拓南東行き、または沼津ゴルフ場行きというバスに乗って行修高校で下車してください。こういうことでした。加藤学園行修中学校高等学校、興味のある方は参加してみてはどうでしょうか。今回はこの学校のオープンスクール、このお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。